悪党には墓標はいらん。あ、俺たちに再び光と生が蘇った。俺たちは絶望の淵から救われたのだ。あ、兄貴！鬼たちの鳴く声が歓喜の声に変わったか。だが、すぐ恐怖の鳴き声に変わる。時のところへ案内してくれ。わかった。獄長は、この二つの巨星が交わることを、極端に恐れていた。二人が会えば、カサンドラだけでなく、世界が変わるかもしれぬと。ふふ。あれは剣王親衛隊。貴様が剣士郎か。救世主気取りもここまでにせい。今なら剣王様も寛大に許してくださるだろう。失せろ。うん、それが返事か。だが貴様と時を合わせるわけにはいかん。時の獄者への通路は探せてもらうぞ。何？兄貴？せめて俺たちの手で獄者への通路を。通路を塞がれれば二度と獄者にはたどり着けぬ。いかん。ライガ、フーガ。なんだと、通路が巨大な岩に。あれを見て。ライガ、フーガ。なんと、岩を支えたまま絶命している。こんな、ひどい。なんという壮絶な死だ。この通路を守るためだけに。ライガ、フーガ、安心して眠ってくれ。悪の炎は俺が消す。そして剣王にしよう。ロウ、時はここに。よくたどり着いた。しかし、この部屋の秘密を知らん限り、貴様は時と会うことはできんぞ。ここで時間を稼げば、その間に仲間が時を殺してくれるわ。時はお前たちに殺されるような男ではない。病に侵された男に何ができるか。市長処刑当日受けてみるがいいわ。もたもたしてると時があの世行きだぞ。
止めて、やめて、止めて、なぎゃはどこだ。くそ、だ、誰が吐くか。あ、腕が勝手に。この先か。なんで。飛行、凍傷をついた。貴様の体は意志とは無関係に動く。吐いた以上俺は剣王様に殺される。心配するな、お前はもう死んでいる。何をバカな。トキ兄さん。ケンシロウ、この男が突起。時間稼ぎもできんのか、使えんやつらめ。こいつは本当に美容人か。びくともせん。くそ、今だ。何としても突起を殺すのだ。やらねば殺されるのは俺たちだ。やってみるがいい。お前たちにも時という男がわかるはずだ。北斗右条拳。せめて痛みを知らず安らかに死ぬがよい。いい気持ちだ。気持ちいい。飛行、剣聖への北斗神拳、右上破眼拳。時の北斗神拳にかかった者は死ぬ間際に天国を感じる。死ぬ。ケンシロウ。兄さん。すごい。これが時という男。そしてこれが北斗神拳。剣王とやらが二人が会うことを恐れていたわけが、これでわかった。待っていたぞ。痩せたな、時。だがまだ生きている。トキ、大丈夫だ。トキ、分かっている。剣王のことだな。剣王はラホーブ、我らが長兄。知っていたか。剣王は北斗の長兄だというのか。これは逃れられぬ宿命かもしれん。俺にはまだ鬼の鳴く声が聞こえるのだ。その鳴く声を止められるのはただ一人、お前だ、ケンシロウ。剣王とは北斗の長兄ラオウであった。正統伝承者として剣王打倒を心に誓うケンシロウ。北斗の宿命が